よいちくんは、栃木県大田原市の PR マスコットキャラクター。大田原市とゆかりのある、平安時代末期の武将、那須よいちをモデルとして、1998年に誕生した。ゆるキャラグランプリ2011では、全国第4位を獲得する。1997年に、よいちの里大田原のイメージアップを目的として企画が立ち上がった。 日本全国からナスヨイチをモデルとしてイラストを募集し、選考の結果、現在のヨイチくんが1998年4月2日に誕生することになった。決定校となったデザインは、神奈川県横浜市在住のイラストレーターによる応募作品である。大田原市観光協会が予算を捻出し、2000年に 3D 化される。しばらくは年に2回程度。 市内のイベントへ参加するくらいであったが、2011年にご当地キャラクター協会からゆるキャラグランプリを紹介され、グランプリで上位を目指すという目標ができた。市内を問わず、イベントの代償を問わずに誘われたら参加するようになった。また、パフォーマンス力の向上ということで、那須ヨイにちなんだ的当てを筆頭に、ダンス、バルーンアート、マラソンなどにも挑戦する。 特にダンスは、板野智美がシングル1%をリリースした際のダンスコンテストでキャラクターとして唯一予選を通過している。2015年1月には、シャイニーの東京ドームライブ、シャイニーワールド2014、I a m Your Boy スペシャルエディションイン、東京ドームに出演する。2015年には、大田原牛の生産者が新ブランド、 よいち牛を立ち上げるなど、大田原市振興に寄与している。2016年時点で、グッズの種類は42種類。2017年には、市内の小中学校で、よいちくんランチが提供された。2015年に、安心して子育てできる街をアピールするために、よいちくんファミリーが設定され、2017年には、工房によって決定した家族が発表された。2017年には、 よいちくんファミリーをデザインしたオリジナル出生届と記念用命名書の配布が始められている。ありがとうございます。